わー、こんにちは。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。今日はあでやかに和装でお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、改めて、うわ、お美しいお着物そしてくっと髪の毛を上に上げられて、はい、何か決意のようなものも感じるお姿ではありますが、はい、ありがとうございます。少し後ろの帯もお見せいただいてもよろしいですか。いいですか、はい、ちょっとこんな感じで、うわ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。美しすぎて改めまして、剛力彩芽さん、独立後初の女優としてのお仕事になるわけなんですが、このプロジェクトをどのような思いで受け止められてご出演されたんでしょう。本当に改めてこのような、ね、素敵なプロジェクトに本当参加させていただけてすごく嬉しく思ってます。実は私18歳の時に芸歴としては18年なんですけど、18歳の時に本格的に役者としてお芝居をやっていこうって決意したのが18歳の時だったので、ちょうど今年で10年目になるんですよね。なのでこう役者としても私自身が成長したいっていうのもありますし、これからこうどんどんね、日本の映像作品、芸術のこう魅力を発信していく、世界にも発信していく、世の中の皆さんにも発信していく、少しでもこう力添えができたらいいなと思って、まあすごく不安というかドキドキはありましたが、緊張はありましたが、3作品、3人の監督と一緒にお芝居、全然違うキャラクターをやらせていただけて本当に楽しかったです。剛力さん、このね3本の映画を見てもうね、あまりにも違ってもう本当すごいなと思ったんですけれども、はい、演じてみていかがでしたか。これが実はすごい短い期間の中に3作品撮影させていただいたので、はい、うん、まずやっぱキャラクターを変えていくっていうのも正直すごく不安は不安だったんですけど、今回本当に事前にちゃんと監督ともその作品だったりストーリーだったり物語だったりいろんな打ち合わせをさせていただいたので、なんかそこはやっぱりこう撮影に入るタイミングではしっかりこうスッと入れたっていうのはすごく嬉しかったなと思いますし、ただ結構どこ誰とは言わないんですけど、結構朝早かったりとかすごい走ったりとか俺です自己暴露して結構短い本当日数の中でやっぱりでもすごく本当に皆さんで力を合わせて頑張ったので、そこはたくさんの方に見ていただきたいなと思います。本当に新たな挑戦をさせていただきました。本当にみんなお三人だけじゃなく、監督3人だけじゃなく、スタッフ皆さんと力を合わせて、いい作品にどんどん仕上がってきていますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございました。嘘でしょ、このままさエリア舞子のふりしてみなよ。すごい、本当に私に見える。偽物のくせに。じゃあ1列目の人もう一回並んでください。先生さ、妊娠してるって。マジで？だってお腹結婚しよう。浮気してたくせに。私はこの子を育てるけど、あんたの面倒は見たくない。一人で子供育てんのがどんだけ大変か分かってんのか。別れてたんですよね。うっせえ女の人間ごときが。卵が先か鶏が先かどっちだと思う？かなこっていう人、この絵にいだっぺ。ようこさん。おい、聞こえる？皆さんを騙すつもりはなかったんですけど。